どうもプロボウラーのあすさです。プロボウラーの大中すみれです。はい、もう毎月毎月どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、以前からね、僕はクラックスプライムのね、動画をもうたくさんね上げさせてもらったんですけども、実は他のボール僕投げたことがないんですね。でちなみに今日来てくださった大中プロ、ヘイロー版、僕が投げてないヘイロー版を投球しているということで、その感想をねぜひ聞きたいなと思うんですね。そしてその感想をね聞いては皆さんに参考にしていただきたいなと思いますので、ぜひね、ご覧になってください。後ほどね投球動画をアップしたいと思いますんでね、そちらも見て、ボールの軌道と何を笑ってるんですか。なんで笑ってるんですか。大丈夫かなみたいな、私の投球で参考になるのか。大丈夫大丈夫。はい、女子プロのね投球ね、男子プロほどそんなにね、確かに回転とかそんなにないんですけど、逆にすごく分かりやすかったりもするので、もう自信を持って、はい、投げてください。よろしくお願いします。はい、はい、それではヘイローバーンですけども、投げてみてどうでしたか。もうざっくりですけども、はい、めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいい。何がいいですか。何が、まず色がめっちゃいいんです。色いいですよね、はい、これ何色と何色と、あ、パープルとピンクと紫とあとシルバーと、はい、黒っぽいのが、はい、よくねこういう柄ってなんかこうあんまり転がって見えないパターンもあるじゃないですか。たまにこんなことないですか。これは結構転がるように、めちゃめちゃ転がる、はい、おー、それは投げ手にとっては嬉しいですね。はい、なんかすごい、はい、転がるんです。すごい転がるすごい転がるんですよ皆さん、はい、はい、転がってしっかり曲がります。はい、ドライゾーンに行ったら、はい、もう転がって、はい、しっかり向いてくれる感じで、はい、ピンアクションとかどうですか。ピンアクションは、はい、いいです何今の間は。ちょっと今視聴者の皆さん不安になりますけど、ちょっと一回、はい、いいんですけど、やっぱり、はい、多分そのカバーはい、はい、カバーは4番目です、ね、そうですね、上から4番目ですね、マイクロトラックスのパールですよね、今回はね、上から4番目の、はい、カバーストップになりますね。じゃあコアは、はい、コアはですね、こちらですね、はい、セントラムコア、はい、セントラムコア、一番上のコアですね、はい、一番上のコアです。一番上のコアと4番目のカバーなんですね。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。皆さん、こんな感じのお腹のプロどうですか。僕は結構ね、いい感じだと思ってるんですけどね。はい、全然調べてなかったので、申し訳ないです、はい、でもお腹プロ結構いつも手帳につけてるじゃないですか。もう今回はもう、最近はあまりつけてない。サボってる。サボってますね。はい、まあでもサボっててもね、はい、もう投げてみて、その投げた感触をやっぱりこう、っていうのがね、まあ、数値とかも一度もちろんいろいろあるんですけど、やっぱ投げた感覚がやっぱ一番ですもんね、それはね。はい、本当に使いやすいので、はい、使いやすい、はいはい、しっかり曲がるところに投げたらしっかり来てくれますので、はい、しっかり来てくれる感じで、はいはい、でも曲がるところに行ったら曲がる、しっかり来てくれるという感じが、はい、言ってましたけど、上から4番目の、まあ、パールなんで、結構カバー的には強いと思うんですよね。ですのでこうなんて言うんだろう、やっぱり弱い川の時とかってオイルにね、若干薄いオイルにも負けてこう滑っていくような感じとかってあると思うんですけど、これはどうですか。しっかりと返ってくるような感じにしますか。曲がるところに行けば必死にね、僕ねこのボールの良さを引き出そうと思ったんですけど全然大中プロは答えてくれないですねまあまあまあ、はい、これもね彼女の魅力なんですよ、はい、皆さんいかがですか。この感じ、いい感じにスキットしてくれるので、はい、あ、走るんですね、はい、ちょっと、はい、甘いなと思ったら、はい、右に寄って投げればすごいいい感じに飛んでくれますね、はいはい、いいボールですね。じゃあね、はい、僕もちなみにこれね投げたかったんですよね、本当によくね、このボールヘイローバーンどうやろうっていう声もね、すごく僕に直接言ってくださる方がたくさんいてね、その度にね僕投げてないのにね、お答えはできなかったんですけど、まあ、SNS 上でもねいろんな方が投げられて、その情報を見てるとやっぱり素晴らしいボールだという意見が圧倒的に多かったんで、いやいいと思いますよっていう感じのことをゲロ返答させてもらってたんですね。それにね、はい、本当にいいですか。はい、でカバーもね上から4番目の、そもそもの素材は一番強いんですよね。それのパールっていうことなんで、
はい、あのオイルにもかなり強めのパールだと思うんで、非常に、まあ、確かにあの安定感はある、まあ、抜群なボールだと思います。ちなみにこの点、このボールで今までどうですか、何点ぐらい出ました？はい、印象に残る点数とかってあります？まだそうですね、そんな投げてないですか？まだ。あ、投げました、はい、2回投げたんですけど。まだ2回、まだ2回なんですね。3ゲームと4ゲーム、はい、投げたんですけど、はい、3ゲームの時に2ゲームで500点が出た、はい、おー、めちゃめちゃ良い。それはすごいですね。もうそういうことどんどん言いましょう。あの3ゲーム目がちょっとやばかったんですけど、はいはい、それはまあまあもうちょっともうチャックしておきましょう、はい、2ゲーム目まではすごい、はい、すごい良かった、はい、ちなみに何点と何点ですか？覚えてないですか？はあ、ちょっと覚えてないんですけど、はい、でも両方ビッグですね。両方ビッグ、そりゃそうですよね。両方ビッグ、両方ビッグだって、はい、でもたまにあるじゃないですか、片っぽになんか290点とか、片っぽ220点とか、両方いい感じで250と240、ああそれはでもいい感じですね、はい、あの僕そういう点数好きなんですよ。もう300点出てその後200ちょろってたまにあるじゃないですか、はい、そんな感じよりも、ね、そうそう240、250とかでずっと続いてる時の方がね、なんか気持ちいいですよね、はい、そうなんですよ。あ、はい、まだ150いけると思ったら、なんか自分がダメになっちゃう、はい、もうのせいじゃないんですよ、ね、いや、わかります、その気持ち、はい、はいはい、あります、はい、ね、それもね気合が入ってしまう、はいはい、まあ、ということで、あの、お腹プロ、このヘイローバーン、一押し。そうですね、もう投げてて、はい、もう色が良すぎて、あ、まあ、色本当大事っすよね、はい、テンションが上がる、テンションが上がる、投球できる、はい、ちなみに、今はテンション上がってますか？はい、今上がってますか？ちなみに上がってる、はい、はい、大丈夫です。スーパーアイドルも色が大好きですけど、あ、そうですね、スーパーアイドルも綺麗な色ですもんね、はい、ああいうピンクがかった色好きなんですかね、ひょっとしたら。そうですね、綺麗なピンクですもんね。綺麗なピンク、これ本当綺麗なピンクですよね、はい、はい、めちゃめちゃ僕この辺りのピンク好きやな。いいですよね、ここら辺すごくいいですよね、はい、はい、まあということでね、エローバーン、まあ、素晴らしいボールですので、あの皆さんぜひこのボールご注目ください。大中プロも、はい、一押しですもんね、はい、はい、まあ、この今回このロトグリップもカミカミですけどロトグリップ あのボールだから、そのユニフォームもロトグリップなんですかね、はい、なんかそれいい感じですよね、そのユニフォーム、はい、このすごい綺麗で、めっちゃ綺麗ですよね、はい、なんか、はい、あの着させていただいてると、はい、皆さんに、はい、このユニフォーム綺麗でいいねってよく言っていただけます、はい、これまだ買えるんですかね、このユニフォームも。わからないですよね。最近ね、あのハイスオーサーのユニフォーム、あの注文、あの在庫がなくなっててもね、あの注文していただいたら、あの2ヶ月ぐらい待っていただいたら ね、あの、はい、購入できるものも多くなってきてるんでね、はい、もしあのもうボールだけじゃなくてね、このユニフォーム本当にいいんで、僕も着たいな。でもレディースですよね。これはレディースです。メンズもあります、はい、そうですね、メンズもあるんですか？あります。あ、ほんまですか、はい、あ、いいですね、それありますよね、全部。え、全部あるんですか？全部。あ、そうなんだ、はい、ちょっと調べとこう、はい、僕も最近ちょっとユニフォームが欲しすぎてね、はい、まあそんなことはどうでもいいんですけどね、はい、まあまあそんな感じで、はい、ヘイローバーンすごくいいと思いますんでね、はい、皆さんぜひ参考にしてください。この後、大中プロのね、あの参考の、まあ、投球動画もアップしたいなと思いますんで、はい、起動等確認してくれる、はい、あのそちらをご参照いただけたらと思います。なんかさっきからね、投球投球というとなんかニコ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 してくれますけどね、ちょっと不安なのかな。いやいや、全然大丈夫ですからね、素晴らしい投球ですからね。あの今からね、あの大中プロの投球動画流したいと思いますんで、ぜひご覧ください。どうぞ。